私が綺麗です。カメリアダイヤモンド。銀座ジュエリー巻ナビオ阪急3階。粉雪舞う西日本随一の本格スキー場八北。ますます楽しさいっぱい。待望の3キロロングコースも誕生。京阪神から手軽に行ける八北へレッツゴー。サリドンエース新発売。全ての道が今私のものになる。全天候クルージング、ファミリアフルタイム4駆誕生。スーパーフィーリングフェスティバルはご覧の松田オート各社へどうぞ。昭和58年の9月に総工費90億円で完成しました大阪城ホール、正式には大阪国際文化スポーツセンターといいます。今夜のダイヤモンドグローブボクシングはその一角にあります大阪城サブホールから日本ジュニアフェザー級タイトルマッチ、チャンピオンの六車拓也7度目の防衛戦の模様を解説八百板貞夫さん、そしてゲストとして世界チャンピオン渡辺二郎さんをお迎えしてお送りいたします。そのゲストの渡辺さんなんですが、現在リング上で関西運動記者クラブボクシング文化会の年間表彰を受けております。ここにこの功績を称えて最優秀選手賞を贈ります。1986年2月6日、関西運動記者クラブ昭和60年度の最優秀選手、これで4年連続4回目であります。今ボクシング文化会の三国俊成顧問から表彰状が渡されました。そして、トロフィーであります。続きまして特別賞といたしまして、伏木野ジュニア元日本ウェルター級チャンピオンに贈られます。さて、今夜のリング六車拓也7回目の防衛戦なんですが、こちらもこのクラス、渡辺さん同様ジュニアフェザー級では最多防衛が太郎浦はじめの9回なんですが、あと3と迫っております。それではその六車拓也、今日1日をちょっと振り返ってみたいと思います。スパゲッティは炭水化物なんでね、早く消化するようにいいのと、でステーキよりはミンチの方が消化がいいんで、してあと野菜とでフルーツなんですけど、どうしても減量は7キロぐらいはしないといけないので、ここやっぱ2週間ぐらいはもう全然お腹いっぱいにはなれへんですし、普段から2食なんですけど、やっぱり試合までに消化してもらわないと困るんで、ですから1時までにはもう全て食べ終わって、それ以後はもう食事しませんので、あんまり食べてないですね。 1.1 キロと100グラムぐらいですから、
ほど。いつも測ったことないですけど、今日はたまたま食べて測ったら、もう胃がやっぱりちっこなってるんか、なんかもうお腹いっぱいなんですけどね。そんなた 1.1 キロぐらいですからね。もうやっぱこんだけ食べられたから、そうですね、やっぱ中盤ぐらいに計をしたいですけども。月南100メートルサントリーコーナーセシボン、コンパパーティーにパーティールームをよろしく。お一人様2500円より。躍進するセシボンチェーンの各店もよろしく。セドリックに乗ると気持ちまでジェントルになる。素晴らしき人生、素晴らしきセドリック。8日9日はローレル販売へ。包みますか、コピーしますか。ズーム機能が加わった多機能メカ、コピーは見た。この冬最後のチャンスです。3番街クリアランスセール、7日から11日まで5日間限りです。まあ、さて八百田さん、はい、去年のチャンピオンカーニバルなんですがね、はい、大阪から4つの、まあ、日本タイトルマッチを一度にご覧いただいたんですが、今年はこのカード1つだけになってしまいました。ね、まあ、関西のファンにしてはちょっと寂しいんですがね。そうですね、寂しいですね。ましては世界チャンピオンがおりますだけにね、はい、ちょっと寂しいですね。そうですね。その中でね、このムグロン君が非常に良、くなってきているということね、まあ東洋タイトルに、挑戦して、敗れ、それからその以降ね、どんどん変わってきてるということね、うまくウィービング使いね、ダッキング使い、持っている力をフルにね、活躍して相手を倒すというようなね、パンチを両方出しておりますからね。はい、現在今去年の最優秀選手渡辺二郎さん、他に特別賞の表彰なども行われておりますが、それではここで挑戦者の修和夫、チャンピオンの六車拓也、両選手の控え室をちょっと覗いてみたいと思います。修さん、いよいよですが、今の気持ち。やるだけです。やるだけ。どうですか、これまでやるだけのことはやったって気持ちで。そうですね。自信の方は。頑張ります。作戦としてはいかがですか。自分のペースに持っていくように努力して。ムグルマチャンピオンは結構こう打たれ強いですよね。なんとかなるでしょう。それから島袋戦でちょっとね、右手を痛めたと聞いたんですが、その辺は心配ないですか。ええ、もう大丈夫です。そうすると初めての挑戦でベルトを巻いてここへ帰ってくる。そうしたいです。そうなります。そうなりますか。はい、会長もそばに付き添ってるんですね。もう彼はね、彼の方はまだですから、高級な技術を持ってますから、それが最優先では最後やね。じゃあ一つ頑張ってください。はい、いい試合を期待しています。はい、ありがとうございます。ムグルマさん、今のコンディションはいかがですか。はい、うまく仕上がりました。はい、ウエイトの方ももう全然狂いなしですね。今日は、はい、ぴったし順調通り行きました。これまで全く危なげない防衛を続けてますけれども。いや、そんなことはないと思いますけど、まあ、やっぱりたくさん課題ありますんでね、はい、一つずつやっぱり上目指してね、克服できるようにと思って、毎回やっぱりプレッシャーはあるんですけどね、やっぱりいい試合したいですから。今日の修和夫ですが、はい、ちょっとなんかトリッキーな動きがあるそうで。そうですね、なんかスイッチするサスポーになったりオーソドックスになったりという、やっぱりつかみどころのない選手みたいで。作戦としてはどうですか。うん、そうですね、やっぱり相手のちょっと上背もあるしリーチもあるんでね、やっぱり懐に入ってインファイトに持っていけるようにと。はい、で最後はムグルマさんの強打で倒したいですね。防衛の自信やっぱあります。絶好調です。はい、一ついい試合を期待してます。はい、頑張ってください。頑張ります。どうもありがとうございます。スキーのビクトリアでは全商品ドーンと値下げ大バーゲン開催中。スキーはやっぱりビクトリア。
ビクトリア。柔らかい高性能が今評判です。セブンススカイライン、人に優しい都市工学です。8日9日は日産プリンスへ。ラーメンに長ネギ、スープは液体だからスキッとしたうまみと爽やかな辛さ。こんなラーメン初めてや。金ちゃんネギラーメン新発売。この冬最後のチャンスです。3番街クリアランスセール、7日から11日まで5日間限りです。第7試合本日のメインイベントの日本ジュニアプロ野球タイトルマッチ10回戦を行います。コーナー挑戦者コーナーです。今夜が24戦目ですが、タイトル挑戦はこれが初めて。17勝のうち11のノックアウト勝ちを収め、ノックアウト率は6割4分7厘。去年の7月には韓国遠征して韓国のジュニアフェザー級チャンピオンチェ・ボンホを左フックでノックアウト。今度は日本のチャンピオンを倒すとファイト満々のチャレンジャー、オサム・カズオであります。赤コーナーよりチャンピオン、ムグルマ・タクヤの入場でございます。赤コーナーチャンピオンのムグルマ・タクヤ、エンドレスファイターの名前通り、去年3月東洋タイトルに挑戦して初の黒星を喫した悪夢から覚めて、その後は2試合連続でノックアウト勝ち。これまた KO 率7割の強打者だけに、ノックアウトで決まるのは必死という今夜のタイトルマッチであります。ということで八百田さん、まず伺いたいんですが、はい、今夜の挑戦者オサム・カズオですね、はい、まあ、ランキング1位の選手なんですが、大阪で初試合、関西のファンの皆さんあまりご存じないんですがね。そうですね、珍しいですね、サウスポースタイルからですね、場合によってはスイッチすると。特に右のフックですね、右のフックにはパンチありますよね、左のアッパーボディ、右のアッパーボディ打ちましてね、左のストレートもよく打ちます。特にやはりパンチ力は右のフックですね。それから渡辺さん、はい、今夜のチャンピオンムグルマですが、はい、まあ、先ほどもお伝えしたように、あの東洋タイトルに挑戦して敗れた後、2試合連続でノックアウト勝ちを収めて、まあ、見事に再起したわけですがね、はい、このところのムグルマ選手の調子あるいはファイトぶり、どういうふうにご覧になってますか。大久保トレーナーがマンツーマンでね、本当にもうムグルマもやはりあの時のやっぱり自分の屈辱感をね、もう十分味わってますからね、はい、ものすごい猛練習してます。あ、そうですか、はい。そうしますと、私先ほどこの試合はノックアウトで決まるのは必死というようなことを申し上げたんですが、渡辺さんの予想ではどうでしょう。僕オサム君ともね、スパーリングパートナーでよく来てもらったんですね、はい、非常にうまい選手です。はい、やはりあのさっきも言ったように掴みどころのない、あのただあの向こう行きが強いですからね、のひょっとしたらお互いがね打ち合いになるかもしれませんけど、そうなればムグルマの方が少し自分のペースになるんじゃないかなと思いますけど。そうですか、はい。まあ、渡辺さん今おっしゃったように、おととしの3月チャベスとやった時ですね、大阪城ホールで、はい、この大阪城ホールなんですが、その時に、まあ、チャベスに似ているということでこのオサム・カズオ選手を指名して、まあ、パートナーとして来てもらった、はい。まあ、かなりやってるわけですが、パンチ力はどうでした。パンチはあります。パンチもありますし、うまいですね。それ以上にうまいと思います、はい。本当にさっきも言ったようにスイッチもしますしね、今日はサウスポーでするんですか。どうなんでしょうね。僕もちょっとわからないんですけどね。おそらく、まあ、出だしはサウスポーじゃないですかね。あ、まあ、大久保トレーナーあたりはかなりこのオサム選手のビデオを見て研究したそうなんですが、
なんかあのスイッチヒッターというよりは両頭使いといいますかね、そういう感じだと言ってましたかね。確かにそうですね、しかしこの選手はね、うまいのはね、しょっちゅうスイッチもね、変えるのがうまいんですね、はあ、場面によってね、どんどん変えていくんですよ、はい、この辺がうまいんですよね。そうですか、はい、さあこのタイトルマッチ、目が離せないと思いますが、まもなく試合の開始であります。どうぞ。待ってましたと思いつつ、こんなーと思いつつカルビーのポテトチップス。さて今夜の先方なんですが、渡辺さん、はい、ムグルマ陣営に聞いてみますと、まあ、体重 の右から左への移動が非常にスムーズになったために、あの右ストレートが伸びるようになった、はい、したがって今まで得意だったこの左のフックも生きてきたということを、ね、大久保トレーナー話すんですが、はい、先輩から見てどうですか。僕はね、本当に僕はムグルマの立場からして一番怖い相手ですね。はい、お互い知ってますからね、僕はあの、どっちもの長所短所してますからね、はい、本当にあのムグルマから考えたら、やり方が間違うとね、はあ、本当に悪い試合になると思います。あ、そうですか、はい、そのぐらいオサム選手は強い選手です。なるほどね、はい、そういう、まあ、先輩からの発言が八幡さんあったんですがね、ムグルマ選手どう戦いますか。おそらくね、まあオサム選手はね、サウスポーで来ると思うんですよね、はい、ただいいことはね、ムグルマ君は最近ね、ボディからアゴへのコンビネーションが非常にスムーズに出るようになった、ああ特に右のフックですね、これがいい、生きると思うんですよね。ボディを打ってて右のフックをいきなり打つということはね、相手がサウスポーになった場合に、ね、特に打てると思うんですよね、はあ、この前の島袋戦の修選手ですけどね、はい、右のストレートでダウンもらってるんですよ、はい、2回目に KO されてるんですよね、はい、この点はね、やはり右が、武器じゃないかなと思いますね。そうですか、ムグルマ君の、はい、さあ両選手の紹介です。102年パウンド大阪北京ジム所属ムグルマ拓也。チャンピオン大阪帝拳ジム所属ムグルマ拓也、22戦して20勝1敗1引き分け、20勝の中に14のナックアウト、を誇っております。 KO 率7割です。第1121パウンド4分の1おさむジム所属おさむカズオ。挑戦者日本ジュニアフェザー級第1位おさむジム所属おさむカズオ、23戦して17勝4敗2引き分け、こちらも17勝のうち11の KO 6割4分7厘の KO 率。今夜のウェイトですが、ムグルマが122ポンド 55.34キロ、ジュニアフェザー級のリミットいっぱいでやります。一方挑戦者オサムカズオ121ポンド4分の1 54.99キロ、これは八百田さん350グラム軽いんですが、ちょっとオサムは落としすぎですか。そうですね、それとね、線が細いですよね、オサム君ってのはね、上背ありますけどね、はい、意外と骨が細いという感じはしますね、はい。さあ渡辺さん、はい、今日大変怖い相手だという話があったんですが、はい、ムグルマの立場なら第一ラウンドどう戦いますか。やはりもう一ラウンドがプレッシャーをね、はい、あの右のジャブなりね、あのフックなりをあまりこう受けたり外したりばっかりじゃなくてね、はい、やはりあれが来た時はチャンスだと思ってね、はい、打ち合いに持ち込んでほしいですね、はい、岩田さん、やはり左でスタートしましたね、オサムは。そうですね、白いトランクスがチャンピオンであります。そしてこれは何と表現したらいい色なんでしょうか。紫色に、これは金色の刺繍ですね。挑戦者のオサムに聞いてみますと、10ラウンドフルに使って戦う、じっくりと攻めると、これが、まあ、挑戦者のコーナーの作戦なんですが、この作戦はどうでしょうね、八幡さん。おそらくそうでしょうね、はい、ストレート武器にして、ストレートから右のフックですね。ただ右のフックちょっと痛めてますからね、右の拳をね。これは試合の始まる前に控え室で馬場アナウンサーがインタビューしてましたが、この前島袋選手と対戦した時、1ラウンドに島袋の頭を打って、右のこれは人差し指が
親指の横まで突き抜けたっていうんですよね。この時ね、あの島袋選手がね、ブラブラってしましたからね、はい、あっと強烈です。しかし袋間も右を返します。現在はサウスポースタイルで戦っている挑戦者のオサムカズオ、白いトランクスがチャンピオンのムグルマです。まあ、第1ラウンド注目したいのはムグルマチャンピオンの変身ぶり、それから果たしてこのオサムカズオの右の拳が大丈夫かどうか、この辺をちょっと見てみたいんですかね。いや、あの左を中心に使ってますね、オサムの方ですか。ムグルマの変身ぶりは渡辺さんどうですか。これはね、どっちのペースかなって今ちょっと考えてるんですけどね、足を使いませんね、おさむくんは。はあはあ、あっとムグルマの連打が出ます。今の左フックも強烈でした。また左、そして右はちょっと空振り、チャンピオンです。左が空振り、そして右ボディ、スイッチヒッターと聞いていたオサムカズオですが、このラウンドはずっとサウスポースタイルで戦っています。しかし本来は右の選手、箸もあるいはペンも右で持ちます。とにかくこのオサムジムの会長の渡辺オサムさん、元ウェルター級のチャンピオン、この人がなかなかあの変わったボクシングを矢端さんしましたよね。そうですね、まあ、相手が本当にびっくりするというようなね、はい、感じで試合をやりましたからね。やはりこういうトリッキーな選手を育てるのが得意なようですね。おっと、ちょっと膝を突っかけた。そしてその後ボディです。長いリーチを生かしてボディを攻めます。今一瞬チャンピオンがぐらっときたんですが、なんかバランス崩したような感じなんですけど、ね、大丈夫ですか。左から右、そしてもう一回左、右を打ちますオサムですが、左で3発チャンピオンが返したところで第1ラウンド終了であります。このラウンドは八幡さんの採点10対10です。なかなか渋いんじゃない。サニートラッドサニー誕生、8日9日は日産サニーへ。今一番眩しい君たちへ、ランシンという名のシャンプーとリンス天然成分配合、ランシン上らから。さて第1ラウンド、八幡さんの採点10対10でこれから第2ラウンドに入ります。日本ジュニアフェザー級タイトルマッチ10回戦でやります。第1ラウンドを振り返りますと、パンチ数ではムグルマの71、オサムの62、まあ、手数の多いことは八幡さん、これはムグルマ本来のペースなんですが、いかに的確なパンチがあるかどうかなんですがね、この辺は第1ラウンドどうでした。いや、五分五分なんですよね。そのオサム選手とね、オサム君も結構手数を出しておりますしね、はい、ただオサム君の方がパンチを左のストレートでも押してますね。ああそうですか、押し気味のパンチになってますね、はい、この選手本来ね、右のフックが得意なんですよね、盛んにスイッチしてますよね。ただ渡辺さん、はい、こうスイッチしますとね、はい、瞬間的に相手と正対する瞬間っていうのがあるわけでしょ、はい、これが好きになるとね、ムグルマのチャンスがあると思うんですが。そうですね、やはりスイッチする瞬間のはね、ムグルマのチャンスです。そのチャンスを捉えることができるかどうか、はい、強烈な左です。打ち合いになりました。チャンピオンの左のフック、オサムカズオのテンプルのあたりを捉えていますが、両選手とも顔面が赤くなっています。かなり両選手ともパンチを受けています。依然としてこのラウンドもサウスポースタイル、ムグルマの左、そして今右のアッパーを返しました。ショートアッパー、そして左がダブルです。左フックダブルがチャンピオン、また左、チャンピオン攻勢です。まあ、チャンピオンがかなり攻勢なんで、初めにご紹介したオサムがじっくり10ラウンド見ていくというそういうペースにちょっとなりそうないですね。ないですね。打っていかないと仕方ありませんよね。これはオサム君ってのは気が強いですからね、ぐんぐんそうすると打ってきますからね。なるほど。さあ渡辺さん、ここまで見てペースはどちらと思いますか。そうですね、まあ五分でしょうね。ただ打ち合いになっていると、まあ、ムグルマはね、はい、打ち合いに持ち込みたいと思っているだけやっぱりいいと思うんですけどね、はい。
1ラウンド、そして2ラウンドとサウスポースタイルで戦います。スイッチヒッターのオサムカズオ、また左のフック、チャンピオンです。まあ、大久保トレーナーが良くなったと言っていた右のストレート、チャンピオンのムグルマの右のストレート、これはどうですか、矢本さん。いいですよ、今みたいに小さいんですけど、ね、この右はいいですね。左のフック、しかしオサムも右のフックを返します。顔面です。リングの中央に体で戻しました、オサムカズオ。この状態のウィービングも今までなかったんですよね、ムグルマには。だいぶ柔らかくなりましたね。はい、上半身を振って左から入ろうというチャンピオンです。身長差はかなりありまして、挑戦者の方が172センチ。さあ、試合の左ヒットが出たところでゴング、第2ラウンド終了です。このラウンドは10対9差が出ました。チャンピオンがワンポイントリードしています。なかなか渋いんじゃない、サニートラッドサニー誕生。8日9日は日産サニーへ。全米を揺るがすチャイニーズマフィア、その凄まじい抗争を暴く空前のバイオレンス巨編、イヤーオブザドラゴン。これは先ほど第2ラウンドの攻防ですが、3回目、両者ともファイトあふれる激しい打ち合いを見せています。第2ラウンド、そうですね。さて、これから第3ラウンドを迎えますが、第2ラウンドでちょっと差が出ました、矢部田さんの採点です。まあ、それにしても矢部田さん、この試合は指名試合チャンピオンカーニバルの試合なんですが、やはりこう挑戦者がランキングの1位というと、チャンピオンの、ね、まあ、心理的な面どうなんですか。まあ、今までの相手と違うということね。あ、右強烈、右のストレート。ムマ君というのはね、慎重に戦うよりぐん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 いった方が良さが出ますからね。ああ、そうですか。はい、むしろ相手が強いほどいいのかも分かりませんね。そうですね。それにしても今夜の挑戦者、まあ、11のノックアウト勝ち、17勝のうち11のノックアウト勝ち、6割4分7厘という KO 率を誇ります。しかも去年は韓国に遠征しまして、韓国のジュニアフェザー級のチャンピオンを6ラウンドノックアウトで倒しています。強打者でやります。これはしかし、矢田さん、ちょっと驚きましたね。ただね、この回まだ右が完全に僕は治ってないと思うんですよね。そうですか。おさむ君の右が、はあ、それが逆にね、ムグルマ君にはやりやすくなってると思うんですね。あ、そうですか。はい、まあ、現在サウスポースタイルですから、あっと、また右のストレートですが、ちょっと抜き取りました、挑戦者。サウスポースタイルですから前に出ている方の手、右の手なんですが、去年戦いました島袋との一戦で痛めまして、まあ、現在も医者に通っているというあたりがちょっと修和を不安材料といえば不安材料なんですが、しかし左にもすごいパンチ力を秘めています。渡辺さん、チャンピオンムグルマが今一番パンチ力を秘めているのは何ですか。やはり、まあ、角度ですけどね、左フックが当たればね、やはり一番、やはり KO パターンだと思うんですね。はい、あ、左が3発出ました、チャンピオンです。しかも上下に打ち分けています。なかなか攻撃の幅が出てまいりました、チャンピオン。右のストレートはちょっと浅かった。ロープを背にしているのがチャンピオンのムグルマ拓也。今夜が7度目の防衛戦でやります。顔面が赤くなりました、挑戦者オサムカズオ。リミットいっぱいで仕上げました、チャンピオン。一方、ちょっと落としすぎまして、350g リミットより軽いという挑戦者のオサムカズオ。白いトランクスがチャンピオンです。あっと、背中を打ちました挑戦者です。今日はしかし、渡辺さん、あまりオサムカズオがトリッキーなボクシングを見せませんね。そうですね、もうお互いパンチが出せば当たる距離ですからね。あ、そうですか。もっと僕は足を使ってボクシングをすると思ったんですね。あ、なるほどね。左、右から入りました、チャンピオンです。右のストレート、そして左のフックを返します。また右から入ります、チャンピオン。あ、素晴らしい、左右、そして左、チャ
チャンピオンのいい攻撃があったところで第3ラウンド終了。このラウンドも10対9、チャンピオンムグルマがワンポイントリードしています。グルメキャップから初めての美味しさ、肉団子ラーメン新発売。美味しさほほ、エースコックのグルメキャップ。さあ、与田さん、第3ラウンドチャンピオンの、まあ、右のフックといいますか、ストレートといいますか ね、はい、ね、素晴らしいですね。これはこれがね、今までのストレートだと前のめりにもっと体が流れてたんですよね、この辺が違うこと、それから手数が多くなりましたね。なるほどね、これが第3ラウンド終わった時点での両者の手数でやりますが、これはあの専門の方に、ボタンを押していただいているわけですが、やはりこの手数でもチャンピオンがリードしています。といきなりサウスポースタイルの左ショートアッパーで入ろうというオサムですが、まあ、リーチのある挑戦者、それから身長でまあ165センチと背の低いチャンピオンなんですが、この距離は渡辺さんどうですか。もうこの距離になったらお互いそう差はないと思うんですけどね。そうですか、あと右です、はい、また右のストレートが出ました。チャンピオングラッときました。治和夫、左は空振りですが、また右から入ろうというチャンピオン、相打ちですがチャンピオンが効いているか。また右のストレートだ。チャンピオン今度はボディを打ちます。ムグルマ拓也、白いトランクスがチャンピオンです。キラキラ光っておりますが、紫のトランクスが挑戦者、修和夫、元日本のウェルター級チャンピオン渡辺修が育てた選手であります。本名は飯野和夫と言いますが、デビュー2戦目からこのリングネームを使っています。会長のオサムという名前を取りまして、オサムカズオ、これが挑戦者のリングネーム。韓国チャンピオンを倒しまして日本ランキングの1位、まさにムグルムが迎えた最強の相手であります。左から右のストレート、左は顔面、そして右でボディ、これは相打ちです。サウスポースタイルですが、やはりオサムカズオ、時にやはり相手に正対してしまう時がありますね、両手をこう組みながら行くんですが、今の強烈な左のショートアッパー、これは効いたようです。オサムカズオ、しかし鼻血を出したのは挑戦者の方です。左の服が効いています。チャンピオンです。しかしやはり強敵です。果敢な攻撃を見せます挑戦者の修和夫。いきなり左のストレート、チャンピオンも右のストレート、ボディアッパーが挑戦者、鼻血が飛びます。これは挑戦者修和夫の鼻血です。ここで第4ラウンド終了。このラウンドも10対9、これで2ラウンド3ラウンド4ラウンドとチャンピオンムグルマが取っております。西へ行く人、東へ帰る人、さあ新しい生活が待っている。引っ越しはあなたの街の日通へ。全米を揺るがすチャイニーズマフィア、その凄まじい抗争を暴く空前のバイオレンス巨編、イヤーオブザドラゴン。これは4ラウンドのビデオテープなんですが、やはり八重田さん、4ラウンド10対9とチャンピオンがワンポイントリードした今のあたりですね、あの攻撃ですね、攻撃がいいですね、はい、それとね、修君ってのは大体東京でもね、手数の多い選手ですよね、はあ、それにね、
上回る手数を出してるでしょ、はい、村君。この辺が僕はだいぶ変わったなと思いますね。そうですか、はい、4ラウンドでは実に手数で20の差が出ました。トータルしても327と259、手数でもチャンピオンがリードしています。いきなり右のストレートでボディを狙います。それから渡辺さんも、おととしスパーリングパートナーとして何回かこのおさもとやってるわけですが、はい、打たれ強い選手ですか、このおさも和夫というのは。どうなんでしょう。そうですね、気は強いと思います。本当にセンスがあるなと思って、はい、印象あるんですけどね、はいはい、さあ左のストレートが素晴らしいが、チャンピオンがチャンスを見て反撃、打たれるとチャンピオンもちょっと効きましたね、はい、うまいことクリンチで入れてみたいで、また右です。両方ともこれは気の強い選手ということがありありと分かります。打たれると向かっていきます。かなりいい左のストレートをもらいましたチャンピオンですが、その後今度は自分が攻撃に出て相手を青コーナーに詰めました。そして現在はリングの中央でやります。4つ負けがある挑戦者の修和夫ですが、そのうち3つがノックアウト負け。おしゃない。まあ、修和夫は矢田さん11のノックアウトが違うとご紹介したんですが、大体フィニッシュのパンチというとどういうのが多いですか。右のフックですね。右のフックですか。左のストレートもよく打ってますけどね、はい、左のストレートでやはり右のフックですね、はい、ドーンキーだ。ダブルです、うん、右のダブル、これは見事。その後左のフォローしています。ノックアウト、ウルマ・タキヤ見事7度目の防衛に成功いたしました。いい連打だったですね。そうですね、最後のね左のフィットですよ、確かに、はい、その前に右をダブルで出したでしょ、出してますね、はい、ご覧いただきましょう、KO シーンです。これですね、右をダブル、その後左、これが強烈ですね。やはりね、フォローというものはね、はい、どれだけ大事だということをね、見せつけましたね、はい、なるほどね、もう一度角度を変えてご覧いただきますが、右ダブルで出して、この左、これはたまりません。渡辺さん、はい、どうですか、このモグルマ。本当に最後、かっこよかったですね、はい、カットした、はい、KOC。